冒頭発言はございません。 NHK の古垣です。アルプス処理水について伺います。韓国視察団が今日現地入りを前に日本政府関係者と協議を行いました。協議内容と一連の日程に期待することを伺います。また G7 広島サミットの首脳宣言では日本の取り組みへの歓迎や IAEA レビューへの支持が示されました。受け止めと放出に向けた今後の対応を改めて伺います。韓国現地視察団は本日東京で会合を行い、その後23日および24日に東電福島第一原発を訪問、5月25日には事後の総括的な会合を行う予定と承知しています。この視察を通じてタンクの状況や関連設備の工事の進捗、アルプス処理水放出の際は規制基準以下まで浄化し、さらにそれを海水で希釈することなどを丁寧に現場で説明し、韓国国内におけるアルプス処理水海洋放出の安全性について理解が深まるよう努めていく考えであります。また G7 広島サミットの首脳声明において廃炉の着実な進展や科学的根拠に基づく我が国の透明性のある取り組みが歓迎されるとともに、アルプス処理水の海洋放出が IAEA 安全基準及び国際法に整合的に実施され、人体や環境にいかなる害も及ばさないことを確保する IAEA の独立したレビューが支持されました。 G7 でも歓迎された科学的根拠に基づく透明性ある取り組みを今後も継続し、今後とも引き続き行われる IAEA によるアルプス処理水の安全レビューに万全の対応を行っていきます。引き続き今回の G7 で一致した内容も踏まえつつ、透明性高く情報発信を行い、国際社会の理解醸成に取り組んでいく考えであります。共同通信の笠井です。日中関係についてお伺いします。今回 のサミットの首脳声明では、中国についてグローバルな課題や共通の関心分野で中国と協力する必要があると明記されました。中国とウクライナとの直接対話も促すということも盛り込まれましたが、今後ですね、議長国として中国とどのように具体的にやり取りしていくかについてお伺いします。今回の G7 首脳コミュニケでは、G7 として中国と率直に関与し、また懸念を直接表明することの重要性を認識しつつ、中国と建設的かつ安定的な関係を構築する用意がある旨を確認するとともに、グローバルな課題及び共通の関心分野で協力する必要があること等を記載しました。我が国としては、中国との間で引き続き主張すべきは主張し、責任ある行動を強く求めつつ、諸懸案も含め対話をしっかりと重ね、共通の課題については協力する、建設的かつ安定的な関係の構築を双方の努力で進めていく考えであります。またウクライナ情勢についても、首脳コミュニケにもあるとおり、中国に対しロシアが軍事的侵略を停止し、即時に完全にかつ無条件に軍隊をウクライナから撤退させるよう圧力をかけることを求めるとともに、国連憲章の原則及び目的に基づく包括的、公正かつ永続的な平和を支持するよう促していく考えであります。週末の世論調査に対して、現在の世論調査で内閣支持率が10ポイント上昇し 45% となりました。読売新聞さんの世論調査でも上昇10ポイント上昇し 50% となりました。支持率上昇の要因どういう結果が伺います。またこれを受けて自民党内では早期解散論が強まっていますが、改めて政府として続く期待を下に向いて考えながらお願いします。世論調査の数字に一喜一憂はしませんが、一般論として申し上げれば、世論調査に現れた国民の皆様の声を真摯に受け止め、政府としての対応に生かしていくことが重要であると考えており、引き続き内政外交の重要な政策課題に一つ一つ結果を出してまいりたいと考えております。解散については総理の専権事項であり、私の立場からコメントすることは控えます。